カール・ヨハン・マキシモビッチは19世紀のロシアの植物学者で、専門は騎士植物の分類。ペテルブルク定律科学アカデミー会員。極東アジア地域を現地調査し、生涯の大半をその植物小研究に費やし、数多く新種について学名を命名した。その業績を含め、日本との関わりは大きい。バルトドイツ人で、本名は、 カール・イワノビッチ・マキシモビッチであるが、著作や論文など、研究発表は、ドイツ流のカール・ヨハン・マキシモビッチの名を記している。モスクワ近郊のトゥーラで生を受ける。サンクトペテルブルクのドイツ人学校から、今日のエストニアのタルト大学に進学し、1850年まで、アレクサンダー・フォン・文芸に支持した。在学中に、文芸の影響を受け、生涯を、 東アジアの植物紹介名に捧げようと決意する。卒業後に同大学附属植物園の助手を務めた後、1852年にはサンクトペテルブルク定立植物園標本館にキュレーターとして移動する。1853年、プチャーチン提督が県費全県施設として日本に赴くことになり、彼も提督の率いるフリーゲート館ディアナ号に 同じバルトドイツ人学者のレオポルド・フォン・シュレンクと共に世界各地の植物省調査のため便乗する。しかし、翌年、宴会州のデカストリー2に入港した時点でクリミア戦争が勃発し、調査だけりを余儀なくされる。近海をたむろしているイギリス艦船に攻撃される恐れがあったため、軍人らは上海へ引き上げるも民間人である彼らはその恐れなしと判断して、 現地に上陸し、以降3年にわたってアムール地方の植物賞を調査する。1857年にサンクトペテルブルクに戻り、2年後の1859年に調査結果をアムール地方植物使用法として学会に提出する。この論文により彼はデミトフ賞を受賞し、同時に科学アカデミーの参助会員に選出される。同賞で得た賞金で、次は、 満州の植物省を調査しようと考えた、マキシモビッチは早くもその年に出発するが、満州到着直前に、日本の開国を聞きつけ、急遽日本の植物省調査のため、ウラジオストクから函館へ向かう。マキシモビッチは八百六十年から八百六十四年二月まで、日本に滞在し、精力的に日本の植物省調査を行った。手始めに函館で、 最終助手として、日本人の菅は蝶之助を雇い、およそ1年ほどそこで過ごしと東半島の植物省調査を行う。1862年、助手の蝶之助を伴って、横浜を経由し、九州へ向かう。途中、偶然にも横浜滞在中に、生麦事件に遭遇している。九州では、長崎に1年余り滞在し、周辺を調査するとともに、 蝶の助を、雲仙、阿蘇、霧島などへ使わした。またこの時、たまたま、日本滞在中であったシーボルトとも、長崎であっている。こうして、日本、アムール、ウスリ流域など、東アジアで収集した植物の研究結果を、日本、満州三神植物の記載にまとめ、生物学会雑誌、サンクトペテルブルク帝国科学院企業へ投稿している。 1869年には主任研究員に任命され、1870年には標本官官長に就任する。さらに1871年には科学アカデミーの正会員となる。彼はその後日本の植物紹解明に尽力しようとあれこれ準備までしたのだが、名声が高まるにつれた地場的に南下政策を重視する当時の帝政ロシア政府の意向に、 従わざるを得なくなり、政府の意に従いタングートやモンゴルを探検したプルジェバリスキーらが標本館にもたらした最終品の整理に時間を割かれるようになる。結局これらを整理したタングートの植物商やアジア産の新植物記載を上司できたものの、その直後にインフルエンザが元で1891年にサンクトペテルブルクにて没し、 東アジア植物賞の解明は果たせぬまま終わった。マキシモビッチは、ケンペル、ツンベルク、シーボルトと続いた日本の植物賞調査研究の流れを引き継ぎ、これを日本人植物学者に引き渡す重要な役割を果たした。シーボルトら3人との大きな違いは、全3社の研究対象があくまで日本国内に留まっていたのに対し、 彼のそれが東アジア全域にわたっていたことであり、それにより初めて朝鮮、中国、満州の植物省と日本の植物省の比較が可能になり、東アジアにおける日本植物省の地理的な位置づけが明確にされた。マキシモビッチが結果としてシーボルトらの研究を引き継いだことは自身も自覚しており、ロシアへ帰国してアカデミー正会員になった当初に、 シーボルトやツンベルクの標本、研究資料などの散逸を防ごうとアカデミー名義で積極的にこれらを購入した。中でも著名なのが河原慶画の描いた日本植物の写生画である。シーボルトの著書、フロラやポーニガの挿絵にも使用され、芸術的価値も高いとされる。この絵は、シーボルトの死後は、夫人のヘレーネが所有していたが、それらを夫人と交渉の上購入した。 またツンベルクが描かせた日本での最終品図譜も入手した。こうした収集品は現在もロシアのコマロフ植物学研究所に収蔵されている。マキシモビッチは実に2300にわたる東アジア地域の植物を系統的に分類し命名した。日本を含めた東アジア産植物の学名には命名者がマキシムとあるものがかなりあるが、 そのいずれもが彼が命名した種である。以下は、その一例。マキシムは、植物の学名で命名者を示す場合に、カール・ヨハン・マキシモビッチを示すのに使われる。マキシモビッチの引き継いらしいボルトからの流れは、明治期のヤ田部良吉、松村・勤さん、宮部・金吾、伊藤・徳太郎といった植物学者にも当然のように知られており、それゆえ日本の植物学において、 大変重要な人物とみなされていた。早々期の日本の植物学者は、未知種や新種と思われる植物を採集すると真っ先に、マキシモビッチのもとへ標本を送り、その主導体を依頼していた。マキシモビッチ自身も豊かな知識と、現地調査の経験を活かし、彼らに適切な助言と指導を行い、結果として、日本の植物学のレベルは著しく向上することになる。 また、ロシアに留学した植物学者、タシロアンテイについては、サンクトペテルブルクであって、その白式に驚き、その場で科学アカデミーの会員に推薦している。マキノ富太郎も、頻繁にマキシモビッチに標本を送っていた一人で、彼の場合は、東京帝国大学に出入りする以前から標本を送付していた。そうした標本の一つ、 マルバマンネングサセダム・マキノイ・マキシムが、マキシモビッチに新種と認められ、懸命まで受けたことを知った、マキノの喜びはかなりなものだったと言われている。東大への出入りを許された後、マキノはその底が問題視され、ヤタベや松村の怒りを買って、植物学教室を追い出されることになるが、その時マキノはロシアに渡りマキシモビッチの下で、研究をしようと考え、実行に移しかけた。 しかしマキシモビッチの休止によりその留学は幻に終わった。マキシモビッチが暮らした、開国直後の日本では、在日外国人には厳しい移動の制限があり、彼はすぐに一人では十分な植物省調査ができないことを悟った。その時彼が目をつけたのは、身の回りや馬の世話などをする下男、菅は蝶之助であった。蝶之助の丁寧な仕事ぶりや、 真面目さに感心したマキシモビッチは、彼に、お芝標本の製作法など、植物採集の手ほどきを教えた。蝶之助もまた移動を制約されたマキシモビッチの、手足となって、函館近郊の陽亭山や大沼、さらには、蝶之助の故郷、岩手県へ、植物標本の採集に出かけた。上記にあるようにマキシモビッチは、本州から九州への調査旅行にも、蝶之助を同行させ、 各地の植物を採集させている。この岩は博士と助手の関係は、マキシモビッチのロシア帰国後も彼の島で続き、蝶之助は、マキシモビッチの依頼に応えて、日本各地の植物を採集して歩き、採集した標本をサンクトペテルブルクのマキシモビッチのもとへ送った。蝶之助は、正教会の信徒であり、博士と助手の関係が結果として、 マキシモビッチの死まで続いたのもそのつながりがあったとされる。マキシモビッチの死後長之助は植物採集を止め、その後は農業に先進する。マキシモビッチが須賀は長之助に懸命した植物種は数多くあるが、いずれも学名においてで標準和名には反映されなかったため、後年になってマキノ富太郎が長之助が立山で採集し、初めて 日本にも分布することが確認された、バラカのハンアリシュドリアス・オクタ・ピートラ・バリエーション、エイジアッティカに、蝶のスケソの標準和名を付けた。ウィキメディアコモンズには、カール・ヨハン・マキシモビッチに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。